こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、デートはできてもその先に進まないだったりとか、いつもいい人なんだけれどもと言われてしまうとかね、なかなかいい人から抜け出せないというね、そういうね、方って結構いらっしゃると思うんですよね。いい人から抜け出せないがために、好きな人とお付き合いをすることができない、それってとってもね、自分的に悲しいなって思うことだと思うんですよ。でもね、いい人止まりの人っていうのはある癖、自分のねパターンみたいなのがあって、その癖を直していかない限りはいつまで立ってもいい人止まりで終わってしまうっていう悲しい現象が起きてしまいます。でも安心してください、大丈夫です。今日はですね、いい人止まりを脱出してモテる男性になる方法というお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる道具を無料でプレゼントさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではですね、いい人止まりを脱出してモテる男性になる方法、1つ目はですね、心の矢印を相手に向けるです。で、いい人で終わってしまう人っていうのは心の矢印が自分に向いてしまってるんですね。例えば、いい人に見られたいっていう風に思って自分に向いてるから、いい人には見られるんですよ。だって自分はいい人だと思われたいからいい人だと思われたいから、いい人だと思われてるんだけど、大好きな人に思われたいっていう風に相手に矢印が向いて、大好きな人になる、相手の大好きな人になるためにはどうしたらいいかなっていう風に相手に矢印を向けてないんですよね。ね、良い人っていうのは自分の見られ方を気にしている。でも大好きに思ってもらえる人っていうのは、相手をどうやったら喜ばせられるかなって相手に矢印が向いてる。これがすごく大きな違いになります。はい、そして2つ目はですね、自分の軸を持つってことですね。自分軸って私は結構言わせていただいてるんですけど、自分の軸を持つということです。で、いい人っていうのは自分がね、いい人に見られたいから自分の意見言ったら嫌われちゃうって思ってるんですよ。で、自分の意見を言えない。でも大好きになってもらってもらえる人っていうのは、自分の意見、軸があるから自分の意見もちゃんと伝えることができて、相手の意見も聞くことができる。で、いい着地を見つけることができるっていうことができるんですね。要は自分の意見を嫌われたくないから言えないのか、ちゃんと自分の意見を言ってちゃんとお互いが納得するところで着地しようとするかっていう、この違いが大きな違いです。やっぱり自分の意見があるのに言えないっていうことは、自分の心に蓋をして我慢をしているっていうことなんですね。あなたの素敵なところってあなたの意見にあったりするんですよ。で、意見を通せっていうわけではなくて、意見を伝えて歩み寄るっていうことが大事なんですよね。これから結婚とか、まあ、付き合いとかもそうですけど、本当にね、いいわしてて意見言えなかったりとかすると疲れますよ。私も散々それやってきましたから。本当ね、我慢して疲れてもうね、あ、もう無理みたいになっちゃうことが本当に多かったんですよね。だから、いい人仮面ね、いい人仮面出身なので、それやってしまう気持ちはすごいわかるんですけど、逆にですよ、自分の意見言った方が疲れるんですよ、なぜか。この世の法則は。なのでね、ぜひ、自分の意見を伝える、そして歩み寄るということを意識していただければなと思います。はい、そして3つ目はですね、正直であるということですね。で、いい人止まりで終わってしまう人っていうのは、顔色を伺っちゃうんですよ。相手がどういう風な顔色してるかな、これ言ったら相手が嫌な気持ちになるかなって、それ思うのはいいんですけど、でも言わずに相手のね、態度を勝手に予想して、それで顔色を伺って、で、ちょっと嫌な顔したら、ああなんか、あ、やばいみたいになっちゃったり、気持ちはわかります。私もすごいそうだったんで、めちゃくちゃわかるんですけど、顔色を伺ってるようだとやっぱりうまくいかないんですよね。例えば、好きな人に好きと伝えるのも言ったら迷惑かなとかね。でも、ちゃんとストレートに自分の気持ちを伝えることは何でも悪はないじゃないですか。だって勝手に好きなのは
のはもうしょうがないし、好きにならないでくださいっていう権利も相手にもないわけだし、だからいい人止まりの人っていうのは顔色を伺っちゃうんだけど、でも大好きになってもらえる人っていうのはちゃんと自分の気持ちをストレートに伝える。もうマジで韓国ドラマとか見た方がいいですよ。すごいストレートにね、気持ち伝えてるから、あれもなんかこうね、テレビじゃんって思わずに、こういうことを女性は嬉しいんだっていう風に思う。それ俳優さんが言ってるからだよとか言われるかもしれないけど、それリアルで言われたらドキッとしますよ。普段言われないからね、日本の女性は。なのでちょっとね、こう日本の女性の欲を満たしてあげる、あなたになってあげるだけでも本当にね、結果って変わってきます。ストレートにね、こう伝えた方が伝わるし、やっぱりストレートに伝えられなかったら断りやすいんですよ。本当に好きです、付き合ってくださいって例えば言われたら、やっぱちゃんと考えなきゃって思うけど、なんかいいじゃんいいじゃんみたいな、付き合っちゃうよ、言う付き合っちゃうよみたいなまあやんないと思うけど、言われても気持ちって伝わらないじゃないですか。なんか言われたことあるけど、なんかいいじゃんいいじゃん、とりあえず信じて、とりあえず付き合おうよみたいなこと言われてもやっぱ伝わらないんですよ。それよりは恥ずかしくてもちゃんと好きなんで付き合ってくださいって言った方が女の人の心は動きます。そしてあなたにはそのね、力があると思いますので、ぜひぜひストレートに伝えてあげていただければなと思います。はい、ではいい人止まりを脱出してモテ男になる方法、まず1つ目、心の矢印を相手に向ける。そして2つ目、自分の軸を持つ。そして3つ目、正直であるということが本当に大切になってきますので、ぜひあなたが1号になって実践をしていただければなと思います。はい、ではでは、今日のおしゃべりコーナー行きたいと思います。ライブ配信とかしてるとスパチャないんですかっていう風にたまに聞かれるんですよ。でライブでやってるんですけど、あまりにもコメントがいっぱい来すぎてて、で上から全部読んでくんです。基本的にこんばんはとかも読んでくんで、で皆さんにやっぱりこうね、コメントしてくださる方にはちゃんとお話ししたいなって思ってるので、こう上から読んでいくと、なんか結構コメントしてるのになんか読まれないみたいな感じで、これなんか録画ですかとか何回も言われたことあって、いやいや録画じゃないしみたいな、録画でこんなやれたらすごくないとか思うんだけど録画じゃないんですよ。でもやっぱり結構上の方のしか方のコメントしかなんか読めてないみたいで、スパチャないんですかみたいな感じで言われて、スパチャって私あんまりやり方よくわかんないんですけど、もしご要望があるのであれば、まあ、スパチャやってもいいのかななんて思ってたりもしますので、コメント欄にスパチャ欲しいですとか、別にいりませんとか、そういうの書いていただけたらちょっと参考にしたいなと思いますので、ご協力いただけたら嬉しいです。はい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスの友達を募集しています。たまにやるこのね、ゲリラライブですよね。本気でゲリラでやったりするし、あとちゃんと通知する時もありますなので、そのね、通知が欲しい方とか、あと質問したい方、ライブ配信でもなるべく答えか、あとポッドキャストとかでもね、たまに答えたりとかしてますので、ぜひぜひ質問の方もいただけたら嬉しいです。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。